放送局の玄関前には大勢の局員が倒れていた。近くに若い女性が赤ちゃんを抱いて立っていた。全身燃えながら。翌朝局の前を通ったら、局員の姿はなく、黒焦げの母子が倒れていた。朝日鈴子、除染7期国分、33歳の時、広島で被爆。東京都府中市在住。広島放送局は爆心地から1キロメートルのところにありました。この付近で黒焦げになった母子の死体は人の目に焼き付き、原爆の絵としていろいろに描かれています。頭はこっちに向いとった。で、子供さんはその下に抱えた。そうですね。この周りをね、ぐるっとこう何回も何回も回ったんです。落としたらこれ崩れるんじゃないかと思った。10分ぐらいおったんですよね。黒い言うてもね、火膨れになってる。ちょうど木炭みたいな感じ。ちょっと白いですよ、木炭の白みが。毛穴がちょっと浮いとって、腫れ上がってずっと体出てて。私は7日の朝見た。朝 6時ぐらいここがあったんです。これここ10分ぐらいってどうしようか思ったんですね。両方見てもまだ早かったからね、全然人通りがなかった。初め見た時あったわけで、でここ10分ぐらい、ここが自分の家ですから、この後やっぱり行ってみたいですよね。それです。5、6分してこっち行ったんです。綺麗に焼けとったんですよね。カーラーなんかでも踏んだら粉々になるようね。向こう行かないかったんですよね。先定第一避難場所としてあそこまで行ったんですよ。二組に分かれて40人ぐらい入り口に真っ黒焦げをおって、でまあお母さんお母さんってまあ呼んで歩いてみたんですけど、全然反応はなかったから、それで急いでこっち母親じゃないかなと思う。ここまで帰ったら遺体がなかった。形見とかなんかそんなものはもう全然なくなった。ないです、もうないです。だから山口さんの場合はお母さんの顔も分からないように。分かりません。兄弟の顔。兄弟の顔。ですね。それでしかしまあそうは言っても不幸中の幸い、山口さんのお母さん のお墓っていうかあるんですよね。だから行方不明の人がたくさんいる。はい。だからまあ今お住む年坊的エマエルいうのは兄貴と弟、これ行方不明ですから、多分あれば見つかればあそこに入ってるんじゃないかいうことで、探しに、はいはい、母親とか姉とかいうのはもうちゃんと入れて、そこは私の本家の墓ですから、そこから私、まあ、家は未だに持ち家じゃないんですけど墓だけは墓地を購入しましてそこへ納めましたけど。橋の上から我が子の名を呼ぶ母親。爆心地付近の橋の上から我が子の名を必死に呼んでいる母親がいました。
もしかしたら途中で倒れてるかもしれないっていうんで、火の中を探しながら訪ねて、そこたくさん中学生やら女学生が倒れてたそうですよ。で大きな声で第二県所のたばいてる子はいないかい、たばいてる子がおったら返事をしろとか言って、もうそれこそ叫びながらたくさんの遺体や怪我人をこう探して回ったらしいですね。でも見つからなかった。で次の日もまた行ったんですよ。で3日か4日目にやっと妹が帰ってきたんですよね。原爆で火膨れをした者が担ぎ込まれていたが、その中で三山さんは三山さんでしかわからない爪の特徴から偶然兄を見つけ出しました。その後母と一緒になって大怪我をした兄を必死に看病していた時のことでした。やっぱりね、動かすといけないね、やっぱり。で弱ってね、まあ、ちょっと音楽好きだったんじゃけどね、うん、微妙な音楽聞こえるっていうんよ、うん、これじゃあやっぱり微妙な音楽、いやうじが湧いとったんかもわからんんだけど、うん、まあやっぱりもう近いんじゃろうか思ったよ、死ぬのが近いんか思ったね。で母が高等学校って、昔の高等学校ね、でそこへうちのところね、ボートレースしよったんよ。ボートレースがあって、でそのボートレースで頃が一番良かったよって言ったら、そしたら本当大きな声でね、うん、広い部屋、ここどこじゃない、ずっと広い部屋やね、オールスみんなびっくりしたけどね、広子の了解のがね、銀色揺らぐいうんがあるんよ。でそれをねすっごい大きな声してね歌ってね、でそのままこと切れたん。住吉橋のたもとに来た時に、ああ川風で、ああ気持ちがいいと思ってこう見てたら、もうその時間に川の水を求めて川に入る人、それから入ってまた上がってくる人、そのまま流されていく人で、それを見てもどうすることもできなかった。でまあそろそろまた帰ろうというんで帰ってたらですね、橋のたもとで赤ちゃんがお母さんのお乳を飲んで、お母さんが全然手を添えてない、で動きもしておかしいなと思って近づいてみたら、亡くなったお母さんのお乳を飲んで、その子供を見てもですね、自分もそうには状態になってるもんですから、どうしてあげることもできなかった。その後ずっとですね、あの子はどうなっただろうか、でどうなっただろうかと、いや生きておられたら今62歳だけどね、未だに気にかかって頭から離れんって言って、私が県病院来ました。私おじがね、やっぱ全身やけどで県病院運ばれてて、でそのこともあったりして県病院に出ましたら、ちっちゃいこの女の子がね、お姉ちゃんお姉ちゃんって私のここつかまえて離さないんですよ。それでね、どうしたのって言ったらね、私のお母ちゃん探して、私のお母ちゃん探してって言うんですよ。それでね、どこからあんた来たのって言ったらね、横側の方のなんか橋の下の方にね、お母ちゃんとおったんだけど、はぐれたんだって、うん、それでトラックに乗せられてここへ来たのよって、うん、でお母ちゃんと別れ別れになったからね、お母ちゃん探してきてって、頼むからお姉ちゃん探してきてくれって言うんですよ。で私もね、うかつな約束はできないし、かといってね、約束しなきゃ話してくれないんですよ、その子が。それでね、うん、分かった分かったって、ついね、私心が据えてて行かなきゃいけないところがあったもんですからね、もうお母ちゃん見つけたらね、あんたがねここにいるって言ってあげるからねってからね、だから話してって言ったらね、本当よ本当よって何度も言ったんですよ。でね、もう本当に探してくるからってね、でその子がやっと手離してくれたから、まあ病院から出たんですけど、探しようもないですよね、約束はしたものの、でどうしようと思ってね、
横側の方ではぐれてしまって、彼女だけトラックに乗せられて現病院に運ばれてきたっていうのが、お母さん探してくれて、名前もわからねばね、何にもわからない、私は何で約束してしまったんだ、ここ話してもらいたいばっかりに、つい、分かったよ、見つかったらね、言ってあげるから言ってから無理やり納得させて話してもらってから逃げるように出たんだけど、まあ心にかかってかかって、もうなんか大きな罪を犯したような気がして、辛いんです。たった一発の炸裂のため、人々は阿鼻地獄の苦しみに耐えきれず、狂ったようにわめき叫ぶのでした。